一つ日本車がヨーロッパに比べて大きく遅れてるのは乗り心地だと思うんですね、うん、これもそのさっきの質問に戻りますけど、8分半でいいよと1分のマージンを違う方向に使ったとしたら、水野さんでしたらどんなこうイメージで、すごく難しいのその問題。乗り心地って何かって言ったら人間の腸でしょ。で日本人って臭くて腸の長さが日本人とヨーロッパ人と本質的に違うでしょ。腸ってこの腸、そうそうそう、だからよくね昔から日本人ってさ乗り心地のことはクッションって言葉使うのよ、うん、ところが清水さんとか僕なんかはダンピングって概念もライドコンフォートですね、そうそうそう、うん、ところが乗り心地って言うと日本人はいまだにクッション、要するに衝撃だと思ってる、うん、だからインパクトショックだけ殺せば不安不安不安って3つぐらい残ってる方が高級ソファーだと思ってるんですよ。それはメシャ的発想ですかね。でもやっぱり日本人の8割はそういう質を持ってるのね、うんうん、で僕らはダンピングでやっぱりブラッドライトって僕言ってるんだけど、何があっても微動だ、目線が微体一も動かない、そのぐらいの吸収しろと制御しろを想してこの両方って言ってるんだよね。だから乗り心地って概念でお客さんに、でじゃあそのどうしてそうなるのっていうと腸なんだよね、うん、日本人で腸が長いんだよ、うん、僕なんか自分じゃないけど東海大の内視鏡をやって初めてですと内視鏡がまだ分からないって言われてんだけど世界のどんな人連れてきてもそんなにいなかったと。でヨーロッパ人と日本人と平均 1.5 メーターから2メーター腸の長さ違うじゃん、うん、と日本人っていうのはすごく長い腸をあるお腹の中に入れてるから衝撃に対して腸が踊るのをすごく嫌がるわけだよね。ところがヨーロッパ人で馬に乗ったりああやっていろいろしてて腸が余裕スペース持ってるから今度ダンピング揺れの残りってものにすごく気になるし、そこはね本当に自動車が入ってくるかって僕ちょっと疑問なの。入ってくるかって要するにそういう世界インパクトショックが嫌だってからだと、うん、いや相乗インパクトショックはあってもダンピングでフラットにキープする方が乗り心地いいんだっていう、この考え方 その感性の差って日本人ってやっぱり独特の世界を持ってると思う。最近MK タクシーがメルセデスの E クラスのディーゼルを入れたんですね、うんうんうん、走ったりしてるんだ、うん、で僕も何回か乗ったことあるんですけど、黙って乗った親父が乗り心地いいねって、うん、今までクラウンが一番いいと思ってた人たちのうちの何割かはやっぱりメルセデスのちょっと硬めなんですけど、こっちは乗り心地いいねっていうおじさんたちが増えてるって言うんですけど、いいよね。ってことは超の長い日本人もね、やっぱベンツの乗り心地の良さが分かるんじゃないかなと思うんですけど、いいはまたいいんだもん本当にだからその聞きたいのは水野さん、本当にその腸の長さと関係してるんですか。僕はねヨーロッパ人と比べてやっぱりインパクトに対する腸のその吸収力のなさ、だからいやベースはもしかしたらいけるのかもしれないけど、でもやっぱりインパクトショックと減衰とのバランスは日本人の場合はどっか変えざられないだろうなって絶対あるだろうなと思ってる、うんうん、ちょっとこう柔らかい方が好きなんですよね日本人は。そうなんです、だから柔らかいんですよ、うん、だからクッションある方が高級だと思ってるの、うん、クッションのないものはさ安物だと思ってるんです、うん、すっごくそれは車だけじゃなくて家具もそう、うん、だからドイツの椅子なんか持ってきたって日本人全然好まないんだよね、うん、イタリアの家具も硬いっていうよね、だからスウェーデンの家具は柔らかくていいっていうよね、アメリカやスウェーデンやね、うん、フランスもそれで柔らかくてクッションになるものほど高級だ、そうだ、ボルボもボヨンボヨンだもんね、うん、でもきっとそれもね今の戦後の世代で、うん、結局畳の文化から椅子の文化に変わった世代、うん、もう2世代超えると清水さん言われた世界にもう完全移行するんじゃないですかね、うん、腸の中そのものはもうどんどん今変わってるからね、食べ物変わっちゃって、うん、欧米化してる、うん、椅子に座って食べ物違っただけで腸なんですぐに子供から大人になるときに1メーターぐらい変わってるんだもんね、うん、僕らだって畳の中でナッパ食って育ってきたわけでしょ今の子なんてだってね椅子に座ってハンバーグ食ったらやっぱり体の構造変わっちゃうね、うん、腸の長さとおっしゃらなかったですね。